突然なんですが、今から皆さんが知らない言葉とその意味、そのセットを10単語分、10個の言葉を表示します。で、表示したら15秒のカウントダウンつけますので、15秒間で覚えられるだけ覚えてみてください。できれば10個、無理であれば5個とか4個でも構わないです。いいでしょうか？それを覚えてもらった上で今回の本題に入っていきますので、どうぞよろしくお願いします。改めましてどうも、あいちです。さっき出させてもらった単語はですね、だいたい1年ぐらい前にこれ自分が出させてもらった本なんですけど、これの最初のプロローグのとこ、ちょっと今飛んでると思うんですが、そこに載ってる10単語なんですね。でもちろんこれはこの動画見終わったらですね、綺麗さっぱり忘れてもらって構いません。それを覚えておくことで皆さんの人生でプラスになることはほぼないでしょう。なので忘れてもらって構わないんですが、この動画の中の動画を見終わるまではぜひ覚えておいてください。で、今回の本題に入っていくんですが、昨日ね、ニュースでも見て知ってる人もいると思うんですけど、コロナの感染者が355人でしたよね。ここ連日すごい人数が増えていて、どんどん感染者増えてるなって印象を持たれてる方もすごく多いと思います。でも感染者の地域って結構限られているので、わー多くなってるけど、自分の身の回りはまあでも大丈夫そうだな、まだっていう感じの人もいると思うんですよ。実際自分は群馬に住んでいて、群馬って、東京都があったら東京、埼玉、群馬って1配置なんですけど、東京はすごい感染者が出ていて、今埼玉も増え始めてるんですね。なんですけど群馬全然出ないんですよ。だから正直自分が住んでる地域も全くピリピリしてないんですね。マスクをしてる人は非常に多いですけれど、密を避けなきゃみたいなのはあまり感じないっていうのが正直な感想です。で、今回ね、そのコロナの話からスタートしてるんですが、本当は何が言いたいかっていうと、特に受験生、学生全体に言えることですけど、特に受験生は本当に勉強をやっておかないとまずいかもしれないっていうのを今ひしひしと感じてるんですね。で、どういうことかっていうと、今第2波、コロナの第2波がほぼ起こり始めてる状況と個人的には思っています。実際非常事態宣言が4月の頭に出されたじゃないですか。その非常事態宣言が出される前に7都府県限定で先に出された、非常事態宣言が出された時に、出される直前も300人がちょこちょこ超えてたんですよ。で、それで出されたんですね。で、その300人が数日間続く前って100人台だったんですよ。少なかったように急にボンって増えたんですね。で、そこから300、400って増えていって、今、今日これ撮っていて、撮って投稿してる時には1個ね、1日新しい情報が出ていて、もしかしたら人数が少なくなってるかもしれないです。知れないですけど、もう第2波が非常にもう起こり始めている。でも、政府の対応を見てて分かるように、非常事態宣言を出す気は多分ないです。もう出さない、相当人数がいかない限りは非常事態宣言自体をまた出すことは今のところね、政府を見てると可能性は低いのかなっていう感じでおります。ただ学校の休校に限っては、割とその非常事態宣言が出されるよりも、学校の休校はまた起こるっていうのはあり得るんじゃないかなっていうのが個人的な思いなんですね。で、みんなもさ、学校の休校って人生で初めて体験したでしょ。急な休校っていうのが。で、それが再開した後、もちろん人生で初めての体験でめちゃくちゃ苦しんでると思うんだよね。学校の進度は早いし、そう、慣れない環境だしね、その喋っちゃいけないとかマスクしなきゃいけないとかさ、いろんなストレスがかかっている状況で、で、受験がどうなるんだろうって、科目を減らしますとか、科目じゃないや、ごめん、範囲を減らしますとか、いろんな対応はあるけれど、バタバタじゃないですか。で、これがもう一回例えば起こるとしますよね。で、それが受験範囲がどうなるか、受験時期がどうなるとか、入学時期がどうなるとか、わからないですよ。それはどうなるかわからないですけど、その受験っていうものはきっと行われるわけで、で、これは1年生も2年生もそうだけど、1年生も2年生も休校があったとしても勉強しなきゃいけないところはあまり変わらないわけですよ。その受験はもっと先だけれども、で、特に受験生に言えることは、本当に間に合わなくなる勉強が、入試のね、その受験のための勉強っていうところが間に合わなくなるっていうのをすごく今危惧してます。じゃあここで動画の最初に覚えてもらったやつちょっと触れておきましょう。ありましたね。意味と単語の言葉あったんで、ランダムに穴埋めします。10問穴埋めにしておきますので、見てください。さあ、皆さん、何個埋まるでしょうか？これ10問中10点取れたら本当に拍手するわ。すごいと思う。別に何点以上は合格とかないんでね、気にしないでください。本当に覚えてくれた方ありがとうございます。
で、何がしたかったかっていうと、皆さんもちろんこの言葉なんて知らないですよね。なぜなら俺が作った言葉だから知るわけがないわけですよ。だから別に本当忘れてもらって構わないんですけど、みんなが勉強していること、英単語とかそのいろんなね、理科とかの何でも全ての科目において知らないことを今ずっと勉強してるわけです。まあ、ここまでね、自分のふざけたことではないですけれど、知らないことを覚えるっていうのはすごく難しいわけですよ。で、覚えてもらって、例えば今この10問中じゃあ7問8点7点8点取れた方、まあすごいね、覚えたじゃないですか。あの15秒でここまで覚えられたと。でも今日の夜いいですか、動画終わって今何時見てるか分かんないけど、夜に数時間経った後に確認したらもう覚えてないです。抜けますもん。覚えようと、入れて留めておこうとしなければ簡単に抜け落ちていく。皆さんはそういうことをしてるんです、勉強っていうのはね。だから改めてその抜かないっていうところに意識しなきゃ、こんだけ抜けていくんだよっていうのをちょっと実感してほしくて今回使わせてもらいました。で、本題にちょっと戻りますけれど、まあ、間に合わなくなるっていうとね、かなりこう脅しみたいな感じに聞こえてね、ちょっと今なんだろう、切羽詰まってる子からするともうやめてって、もうそんなこと言わないでよって思うかもしれないんですけど、実際ね、例えば夏休みが削られているこの状況で、もっと削られるか、まあ、休校になったらさ時間できるって思うかもしれないけど、思い出して休校になった時勉強できたかっていう、自分が契約を立ててさあ、よし時間ができたから契約を立ててしっかりやってこうって言ってなかなかできなかった方が多いと思うんだよね。じゃあこれがさ、休校がもう一回もしなったとした時に、2回目だから今度はうまくいくだろうって想像して、無理じゃない？そんなさ、急に私はあの時できなかったけど今回はできるよなんて言えば変化はさ生まれないと思うんだよね。またストレスがかかってやんなきゃいけないのは分かってる、分かってるけど体が動かないというか集中できないね、うまくいかないっていう負のスパイラルに落ちている方が非常に増えてしまう。で、やっぱ春先だったその問題が今度夏になって、まあ、受験時期がさ、もしかしたら遅くなるとかね、あの後ろ倒しになっていくっていうことがあるかもしれない。でもないかもしれないわけだ。普通に2月1月2月受験がね、その行われる可能性の方がやっぱ高いから、だからなんだろう、ダメージ量が違うんだよね。春にうまくいかなかったのと夏にうまくいかなかったのまた別問題だから全然違うからさ。だからそうなった時にもう本当に間に合わなくなってしまう。そっからさ、ちょっと分かんない、9月10月とかに気持ちを入れ替えてね、よしってもう本当に変わる私はって言って始めたのにもう間に合わないことが起こりうる気がしていて、今年に関しては。で、間に合わないってもう絶望でしかないと思うんだよ。いい、そうなってほしくない。今みんなにこうやって話をして、わーもうやだってなってるかもしんないけど、実際に10月に間に合わないことを現実につけられ突きつけられた方がやだじゃ済まないからさ、もうやだも言えないよね。顔面蒼白で、ま、もう真っ青になって、もうなんだろう、将来に悲観してっていうところに陥ってしまう子が出てくるんじゃないかなって思っていて、今回この話をしました。だから何が言いたかったかっていうと、めっちゃ勉強しろよってことを言いたいわけじゃない、そこまで言いたいわけじゃないんだけど、もし今ちょっとうまくいけてないなって、まあ、自分前の動画でも話したね、ちょっとリンク貼っておきますわ。勉強の仕方、スケジュールの立て方みたいなあったじゃん。5科目あったら3勝2敗の法則で3勝ね、まず勝てる科目を作っていこうぜって、いい、1科目でもいいわ、ひとまず1科目でもいいから、この科目は今めっちゃやってるってね。そのしかも今年模試とかがさ実施されるかがわからない、まあ、自宅受験になるかもしれないけど、その測れなくなるかもしれない、自分が伸びてるんだっていうのを数値化して見れなくなる可能性もあるのね。そうやってすごい苦しいんだ、受験生とかからすると。だからそういった状況でも自分自身の勉強、毎日の確認と勉強と確認との繰り返しの中で、自分は進めてるって、前に歩みを進められてるって自分自身の勉強だけで実感できる状態を作っておかないと、多分本当つまずくというか、落とし穴にがっつり落ちてしまうと思うので、1科目でもいいから、ひとまずこの科目では私は今頑張ってんだっていうのを作ってください。あの勉強の仕方はこっちの動画に任せるわ、リンク貼っておきます、下かここに貼っておきますんで、ぜひ見てもらえたらと思います。ちょっとね、あの途中でも話したように、今はそれは聞きたくなかったっていう方もいると思います。本当それはごめんなさい、申し訳ない。でも自分も迷った、この動画に関しては迷いましたけど、やっぱり話しておけばよかったとはなりたくなかったので喋らせてもらいました。何かね、プラスのものというか、ちょっと頑張ろうかなっていうエネルギーをもらっていただけたら幸いです。ということで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、ありがとうございました。